愛と優しさで包み込む。みんなこんにちは、科学のお姉さんこと五十嵐美希です。今回のテーマは金属の温度と体積です。電車のレールは金属でできていますが、レールとレールの間には隙間があるんです。これには金属の温度による性質が関係しているので、一緒に見ていきましょう。それではレッツサイエンス。今回の主人公はこの金属球。まずは彼が活躍する旅する金属球という紙芝居を読むよ。あるところに旅する金属球がいました。ある日、金属球は洞窟を進んでいました。道はどんどん狭くなっていきます。そして最後は小さい穴。金属球は顔を押し当ててみましたが、ギリギリ通ることができません。それでも金属球は自信たっぷりにこう言いました。俺はさすらいの金属球、どんな道でも前に進み歩み続けるのが俺の使命、俺の生き様。金属球はどうやってこの穴を進んだんだろう。金属球のお話を模型にしたよ。これが通れなくなった穴だね。この穴と同じ大きさの実験道具を用意したよ。それではここでクイズ。どうやったら金属球はちょっとちっちゃくなってこの穴を通り抜けることができるでしょうか。1番、金属球に氷魔法、氷で取り囲んで冷やす。2番、金属球に炎魔法、炎で炙って熱々にする。3番、金属球にフェアリー魔法、愛と優しさで包む。それではまずは2番の炎魔法やってみましょう。さあ、このように金属球を炎に当てて熱々にしていきます。そうすると金属球は何か変化があるのかな。あ、残念、通らない。続いては氷魔法。さあ、金属球を、よかった、焦った。じゃあ、やりますよ。おお、なんとこのように金属球が小さくなって穴を通り抜けました。やった。それでは念のため3番のフェアリー魔法もかけてみたいと思います。フェアリー魔法、ほう、愛と優しさで包み込む。ちょっと待って待って待って、できるこれ。どういうこと、フェアリー魔法って。私にはちょっと科学以外の魔法はちょっと無理だったんで、失敗ということで、すいません。ということで正解は1番の氷魔法でした。金属は冷やすと体積が小さくなります。では紙芝居の続きを読もう。また別の日、進んでいた道の先が深い崖になっていました。そこが見えないほど深い崖でした。
橋を探しましたが、細い丸太が2本渡っているだけ。金属球は1本の丸太に乗ってみました。しかし丸太は細く、金属球はバランスを崩して落っこちそうになりました。2本の丸太に同時に乗ってみようとしましたが、丸太と丸太の距離が金属球よりもわずかに大きく、金属球は手も足も届きません。手も足もないんだけどね。それでも金属球は自信たっぷりにこう言いました。俺はさすらいの金属球、どんな道でも前に進み歩み続けるのが俺の使命、俺の生き様。金属球はどうやってここを進んだんだろうね。金属球のお話を模型にしたよ。金属球は何としてでもこの崖を渡りたいみたいだね。さあこういう風に、こういう風に、あ、でも落ちちゃいますね。棒と棒の間に挟まることができたら崖を渡ることができるみたい。そのためには金属球は今よりも大きくならなきゃいけません。ではここでクイズ。どうやったら金属球は落ちないように大きくなれるでしょうか。1番氷魔法、2番炎魔法、3番フェアリー魔法。さっきと一緒だった気がするけど。さっきの実験でもやっているからもう分かっているよね。正解は2番の炎魔法です。では実際にやってみましょう。それでは炙ってみます。それでは渡れるかやってみましょう。おお、ことができました。金属球が大きくなったということですね。ということで今日のまとめ。金属は冷やすと体積が小さくなって、温めると体積は大きくなります。最初にお話しした電車のレールとレールの間に隙間があるのは、夏など太陽の熱で金属が温められて大きくなるからなんです。今回の動画がためになったよという人は高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。